こんにちは、ケンシロウです。やっと来れた、やっと来れたわ100年記念となんかね、いろいろ大変なことになってるみたいなんで、やっぱ俺らの原点原点スローチャンネルのね約2年ぐらい前にここからスタートしたってところがちょっと無残な姿になってるらしいのでね、SNS はよく上がってるんですけど、まあ、早速その現状確認をしに行っていきたいと思います。やっぱり原点には戻っていかないと、原点回帰はい、やっていきましょう言わないんですけど、このままスタートしていきたいと思います。それでは行きます。なんか悲しい悲しい薄々噂とかこう、そうだよ ね SNS とかの写真とか見てましたけど、だって最後に来たのあの冬のあれでしょ、うんうん、ちょっと減り始めてたもんね、うんうん、わなんかもう見たことない重機がめっちゃあるんだけどてかこのなくなってる部分見えるのかな。いや行けるとこに、いやそうっすね、やっぱまあ画角的にはもうないっすけどね、もう100年記念塔がないね新札幌から、まあ、僕らの拠点、原点じゃなくて拠点ですね、拠点からもうなんか徐々に見えなくなってきたなとは思ってはいたんですけど、間違いなくシンボルだったからあればいいのかなと思うけど、まあいろいろね大人の事情とかあるだろうから、うん、まあ、僕らからは言うことは特にはないんですけど、うん、寂しい気持ちありますよね、寂しいよね、うん、札幌出身でも厚木出身でもないけどやっぱりね原点だから決起集会みたいな裏話すると、あのたった何分かの動画撮るために2分撮るために1時間くらいいましたかね、多分2時間はいや2時間いましたっけだってこれいいかなっつってあの動画だけで何本撮ったか分かんない。いや確かに懐かしいっすね、懐かしい。100年記念塔結果的にケンシロウチャンネルで 3,4 回しか来ないよね、うん、毎日走行始めますのやつもここで撮ってそうだそうだそうだ何月何日からそうだそうだそうだあの、草むらからあの、ザ・チャバンスそうそう父さんがあっちから走ってきたらいいんじゃないいやいやここまで来たらもうただの壁捨てになっちゃうんですよ。ちょっと横、そうだ、ね、できるだけ近く暑い、暑いギリギリまで行けるのかな、もうちょい奥でしたね、奥だ、わキリギリスもどき、これはキリギリスではない、バッタっすか普通に、いやバッタでもないと思う、じゃあ何ケンシロウさん虫詳しいんですか。虫はね、クワガタカブトムシは割と知ってる方だと思う、うん、だけどバッタとかはちょっとあんま好きじゃない、うん、僕あの虫全然わかんないんで、ダメ、あ、うん、無理っすね。ああ、クワガタカブトムシも触れない？クワガタカブトムシは行きます。ああ。でも触りたいとは思うんです。うん。なんかこっで。ああ。こんなとこあったんですか。ね。逆に取れない上。ね、もう行けないのか。もうあっちまで壁だもん、ね。うん。ちょっとさっきのとこ戻って。そうだね。ちょっとギュッてやってみます。ちょっと伸ばしてみたらいいんじゃない？撮ってるのもシュールでいいっすリアルリアルでいいっすよ、なんかの大体普通の動画だと多分カットされると思うんですけど、ね、しないよねらしさっすよね、なぜなら原点なんだよしかも100年記念塔だっつってそういうために来てるのに今カブトムシとか言ったらしさでもいそうな雰囲気は出てるんですよね、まあ時期的にもいないのかな、でも暑いからまだね、この辺からちょっとグイッてやってみますか、ね、映ってるかどうかが見えないですよ、あ、ちょっと映ってるわ、でもどう映ってるのかは見えないけど、壁は越えれてるけど、そうか確認できないねめっちゃリアル反射してね見えない、昨日の天気とは打って変わって、ね、昨日も稲妻だったよね、雷この辺からだったら
まあでも本当にこの正面だもんね、うん、あった場所どうなってるかは、はい、お楽しみに言ってるけど、言ってるけど、まあまあ、視聴者さんは完成を見てるからお楽しみなのは俺らだけだから確かになんならちゃんと映ってないまであるから結構映ってはいるわ。あ、映ってます、うん、だけどどう映ってるかちゃんと分かってない。はい、ということで、あれこれもうエンディングかな。ちょ、歩こう。あ、そうですね。来た道とは隣の道を歩いて。まあでも今はここなんかその散歩コースみたいな。ああ、確かに。ちょっと森歩く。森行きます。そっから行って。うんうん。サンダル入ってこなきゃ。ちょっとマジ来年はさ、トモさん苦手かもしれないけど、マジ虫取り行こう。虫取りですか。虫取り完全、暑くても長袖、長ズボン、うん、長靴履いて。なんか目的は欲しいですけどね、そのカブトムシとかクワガタみたいな。まあ、多分どっちかというとカブトムシの方が多いのかもしれないけど、うん、捕まえるまで終われませんみたいな。ああ、3種類みたいな。そうそう、ね、面白いね。3種類も、まず3種類いるかな。いや、わかんないっす。北海道ってそもそも少ないんだよね。いや、僕無知だから今言っただけで、うん、いや結構自己紹介してるんですよ、3種類って3種類捕まえるのは難しいかも。基本的に昆虫たちは夜行性だから、うん、夜中スタート、夜な夜なエール、夜な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 エール飲みながら、そう、夜な夜な虫取りしよう。いや、なんか蚊とかめっちゃ寄ってきたんですけどね。やばいしかもね、ライトとかつけてた。そうっす。いや、そうじゃないですか。やばい、ね、俺地獄じゃないですか。蚊だったらいいけど、ガとかも来る。いやいや、やばいっすよね、多分。まあ、ケンシロウさんにライトつけてやりましょう。だって、何週間か前ニュースでさ、琴似駅にさ、蚊がやばかったやつ見た、うんうんうん、なんか見ました、見ました。ホームのところに、うじゃうじゃ大量発生みたいな、うん、ね、あれも蚊じゃなくて、もうモスラだったよ。あ、今の撮れ高で今日一撮れ高モスラだったようが、モスラのところがやばい、分かれ道だこういうのどっちに行く。今 BGM すごいことになってる。こっちなんだ。でもさ、こう行くよ。得意のあのショートカットいいんじゃないですか。ショートカット、サンダルだからちょっと懸念したんですよ。ちょっと、いや、さっきの振り的に行くのかなと思って草むらから走ってきての下り伏線回収するのかなと思って。なんとってここあの原点なんで。原点だからね。そう、もうちょっとでね、がっつり映るわけじゃないですけど、そうだね、チラッと映る可能性はあるんだよね。顔出し動画とか、あ、それだったらあれだよね、うん、YouTube ライブとかでの方がいいよね。もちろんやっぱ1000人行った時の節目で僕顔出しするって言ってたんで、うん、到達ライブみたいなのしたいですよ ね。990人くらいから。990人からライブ、うん、これは面白いぞ。それはなんかすごい気持ちよさそうな感じで、うん、あのすごいこと言っていい、はい、森抜けた。自然に歩いてたら、あの森抜けたね。ちょっと森の中入ってくのかなと思ったら、余裕でもう道路だよ。なんかまあぐるっと最後回って、ぐるっと回って、なんか駐車場ぐらいまで行って、うん、終わると。でも本当にそれこそ800人超えてきて、残り200いかないくらいになりましたね。あと171、確か。この撮影の時点で129人だったから、うん、本当にもう手の届くところになりましたね。来たね。底辺 YouTuber からしたらさ、うん、1日で1人でも2人でも増えてた時のテンションめちゃめちゃ上がるね、うん、大増えてるみたいな。でも減る時もあるんだよ、まあ、見なくなったら外すみたいな感じなんですかね、うん、まあ、そこはね、見なくなったらってならないようにするのね。いや、まあそうですね、それが俺らクリエイター側の仕事だからそうですね。まあでも心残りは本当に
灼熱均等がある状態で行きたかったっすね。なんかいや本当だよね、言ってたじゃないですか、1000人届したらここで顔出すみたいな。いや前そう言ってたね。確かに。てかもうここで最後撮って。確かに言ってたね。そう考えたら悔やまれるね。いやそうっす、100年記念とある時にある間に1000人到達したかったね。でも1000人到達したらまあライブでどうってやるのもそうだし、うん、ここにもう一回来なきゃダメだ、ね。まあだからアツベツの100年記念塔の代わりはやっぱケンシロウになるんじゃないですか。いや間違いないね。だから若干陰踏んだし記念塔となんかケンシロウみたいな。そうなれる。じゃあそんな感じでエンディングいきますか。はい、ということでしっかりめに記念塔なかったです。僕らからしたら塀があったんで、トムさんがね、塀伸ばしていったやつがどういう風に映ってるのか僕らは今のところ分かってそうそう、まだ、いや本当にまだ見てないですからね。100年記念塔なくなりましたが、僕らの原点はここだということでね、再確認できたのかなと思いますので、まあ、関係ない話が8割とかなんともあれなんですけども、また1000人到達したらここで撮影していきたいと思いますので、皆さんチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でバイバイ。100年記念の次は俺が記念になる。